はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は京華海道高校野手で真由村渉くんを使っていきたいと思います。で、まあなんかね、あのツイッターとか見てみると、みちるちゃんと比べてかなりハズレ感があるような位置づけになっているんですけれども、まあ、せっかくなんでね、使っていきましょう。で、相棒キャラになりますので、テーブルは相棒テーブルになってます。35の固有が一緒に練習すると経験点アップということになってまして、で、金徳の方が、野手の場合が内野安打王、投手の場合が不屈の魂になってます。で、練習後の、なんていうの、イベントみたいなやつなんですけれども、これはコツをくれる系のキャラですね。だから、光くんと同じような感じかな、佐藤光くんだっけ、トシくんの、息子さん。で、デッキの編成なんですけれども、まずはですね、プレミちゃん、やっぱりミート上限は、上げていきたいので、プレミちゃんを入れて、あとは赤原、体力のね、回復イベントが多いのと、ミート骨を持ってるので赤原を入れてます。とあと強化改造なんでね、まあ、せっかくなんでまたトシくんを入れて、まあ、この3人で、一応打撃を中心に組んでる形になります。とあと敏捷要員のホムラちゃんと筋力要員の登場になってます。まあ、これで今回はやっていきましょう。でコツが来ておりまして、トシくんか赤原、やっぱ赤原はねミート骨欲しいよね。でミート骨がねチャンスか、そこまで安定するものじゃないんですよね赤原も。まあ、キャッキャッチャーじゃなければキャッチャー骨をくれなくなってるとはいえ、とはいえチャンスは2回で掴みたいからね。 1,2,3,4 種類的には4種類。でどうしようかな、わたるくんがいるんで、わたるくんの評価を上げつついきますか。ほい。でコツを潰せるほどの経験点はないんで、盗塁アシストか、まあ、大体そういうのが来るよね。コツキャラはねどうなんだろうね。これがねコツ2でくれるって言ったら、まあ、絶対強いと思うんですけど、盗塁アシスト、まあ、さすがにこれを2にするのはもったいない。で渉くんがいるんで、そうだね、今回は渉くん中心に行きますか。レーザービームいいね、今回外野できてるからね。どんどん渉くん上げてく。レーザービームはこっちじゃまだ取れないよね、起きないし。でエプレミちゃんもねちょっと敏捷を稼いでいかないと金徳の成功率が若干厳しいんで、みんな投手だけど渉くん窮地、まあ、取れないコツをね取れるっていうのは結構いいですよね。まあ、最悪骸骨用意できなかった時に骸骨もつかめる可能性があるということになりますので。で穂村ちゃん、穂村ちゃんはね、まあ、筋力が足りないな。まあ、ただ潰せるムードとかは潰しておきますか。ヘッスラとか来る可能性があるんだけど、チャンス、よし、これでチャンスは完全に潰れたな。でラッキーセブン、さてここからブレイクスルー。でこれは回復をしつつ、まあ、やっぱり最初は3回を狙っていきたいよね。東条、東条はねただコツをくれないんだよね。まあでもちょっとパワヒとかは欲しいから狙っていこう。遅れた、競争心で、トシ君のこのイベントは別に体力回復するわけじゃないので 10% かーでね、持ってきてるのがね万能ドリンクなんですよね。ちょっと余りつつあるんで、この状況から3回は無理だよな。いやちょっと寝よう、もったいないけど、しかも寝れねえし。バイト、バイトが始まった。俺にもサンタの姿を見せてもらいたいものだ。競争心取れるかな、先に競争心だな。
ほい。骨折で。お、いいね。くれるね。アベレージヒッター。気分転換、これは何がいいんだ。ちょっとメガネ登場久々だからな、いつもの登場にしておこう。なんとなく、あ、いいやつになるんだ。意外性も取れるで、守備がいけるけど、てか登場守備かよ。まあいいや。で打撃いけるはずだ、この体力量だったら。あ、いいねいいねいいね。回復、あ、赤原、赤原もね、かなり体力を回復してくれるんで、マジで助かる。で、エプレミちゃんは、とりあえず、広角打法が欲しい、俺的に。守備職人か。あ、阿久津の恋、忘れてた。ミートを上げとかなきゃいけないんだよね。まあ、上げとかなきゃいけないっていうか、打てるようにするために。こういうの、よく忘れちゃうんだよな。FF か。しかし、イッチ。ゲッ、いや全然上がんねえわ。あ、絆が発生した。これはね、下何をやってるのかわからない、飛ばしてるから。あ、バイトが終わった。あんまりバイトしてないな、ホムラちゃん。それでいいのか。ダブルタック系になってるね。コツは欲しいけど、まあ、ただ B 賞ポイント足りてないからな。やろう。経験点的にもかなり美味しいからね。意外性、意外性はもう潰そう。チャンスはまあ置いといていいかな。阿部ひも3でいいでしょ。粘り、悪球打ち、意外性とか5になってるし。代打、ヘッスラ、ホーム突入が精神が足りてないのか。精神が全然ないな。で、走塁か。ただコツが来てるんだけど、コーチがいるから回復しつつ3回練習を狙っていこう。回復してくれればいける。よし、おにぎりでもいい。やった、特製おにぎりだ。あ、しかも赤原いいね。だいぶ回復したな、これで。あとブレイクスルーは打てるけど、ちょっと3回優先ダブルか、ダブルか、いやでも3回優先だな。どうしよう、もうね、休もう。よし、精神をだいぶ稼いだ。で、金徳は進めていきます。ハイボールヒッターとかのね、コツが手に入ればかなりいいんだけど。で、ミートはちょっとまだだよな。赤原がいるからね、やっぱり掴んでから取りたい。ホーム突入を潰して、守備職人も取っちゃって、死守プレッシャーラン、気分屋は置いとく。さすがにいらない。窮地とかもな、まあいいや。で、ちょっと見つつ、赤原か、赤原か、ちょっとやろう。まだ満タンになったか。リベンジ、これわかんねえ。冷静になった。で、プレミちゃんが走り出したな。いや、何にもねえわ、超もったいねえ、超もったいねえけどもしょうがねえ。で、多分怪我率ちょっとあると思うんだけど、体力は回復したから3回練習しよう。うん、もう3回練習できます。ほい。回復系が多いな。ちょっと待って、ちょっと待って、野良覚醒したんだけど、全然能力上げてなかったな。で、体力がいっぱいなんでね。エプレミちゃんのコツも欲しいけどな。
いやーもったいねえなー、もったいないか、もったいないけどしょうがない。ちょっと臨床ポイント意識して稼いでいきます。2回目が走り出したね。 C くらいまではな、上げていきたいんだよな。ちょっと130必要か。え、全然無理だわ。ダブルタックか。コーチがいるね。え、どうしようかな。ちょっとこっち行く。年内中はまあ3回練習狙ってやっていいと思うんだよね。お、メリークリスマス。これは打撃にしとこう。打撃レベルも全然上がってないからね。さて、ホムラちゃんのコツか。だったらこっちでいいよね。トシ君やる、人気者になろう。なんとなく、よし、敏捷が上がった。でここは能力にしといて、あ、渡るくんでもあれか、選択肢があるんだよね。どうしようかな。まあ休みにしとこう。さてブレイクスルーが溜まっているのと、ちょっと総力を上げていきましょう。 C にしておく。一旦これで止めておこう。あー、ここはちょっと打とう。もうほい、志賀くんがあれか。あ、でもそうか、今ブレイクスルー打ったから志賀くんも一緒にタックになったか。ほら、いけ、いいね。恐怖の満塁男、満塁男も欲しいな普通に。そろそろちょっとコツも狙いつついきますか。で技術がだいぶ余ってんな、まあ、余ってるけど最終的にはやっぱり使うからね、ミートを上げるのに。でリベンジは潰しておく。ちょっと待って、リベンジとあとなんだっけ、最悪直撮りっていうのもあるかもしれない。追い打ちか。いやー、結構使うなやっぱり。ここはちょっと赤原コツを狙います。よし、ミート。おー、野球のリズム、パク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 、頼むよ。おし、 OK。 まあ割とね、3まで上がってると、3っていうか C か、 C まで上がってるとね結構安定はすると思う。前村くん何もなかったね。コーチありか、ただ東条か。ワンタック、いや、コツが欲しいんだよね。やっぱパワーヒットね、攻撃はね取っておきたい。やっぱ練習だよね。東条くんはそういうキャラなんだよ。でここは遊ぼう。これ何をやってんだ、こいつらは何をやってんだマジで。アジ、高い、ありがとうございますモブコちゃん。ほい、よし、広角打法。どっちかっていうとパワーヒが欲しかった。広角打法はね、エプレミちゃんも持ってるからね。さて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 、どうしましょうかね。一回やっちゃってもいいかな。どうしようかな。ゲージ的にはまあまあか。メンタルでお茶を濁しておくか。合宿中はやっぱり練習したいからね、マックスで。
さて頑張りましょう。一人だ、誰赤原か。二人いるけど一般人だからこっち。噛み合ってないな、やっぱり2種類目の練習が。一人、おー、いいね。ちょっと勲章が本当に不足してる感があるんで。駆け抜けろ。失敗しやがった。で、一応ブレイクスルーは打ってる。あー、ダブルか、ま、ダブルもありっちゃありだよね。やれるときにやっちゃおう。ほい、これはもう無理だな。あれが来なかったね。あ、穴掘り。さて試合、ここ鬼門だよな。しかも評価低いからさ、絶対回ってこないし。 D くらいまではちょっと上げておこう。パワー E か。え、筋力どうなの。 C にしとこう。スタメンにね、選ばれないとね、回ってきて2打席だからね、だいたい1打席で終わって負けてるし、最悪同点もありだけど。よし、 OK。 ちょ危ねえんだけど。阿久津、阿久津はやっぱりあれかな、ナックルをしくるから一発病がついてんのかね。おお、スライダー結構曲がんな。ダメだ。いや、まあまあまあ、OK。まあ、経験点もね、それなりにもらえるみたいな。わたるくんが45だから、試合経験点ボーナスを持ってるんですよね。どうしようかな。監督評価もちょっと上げていかないと。一回やればもう大丈夫でしょう。試合ではまだまだ使えないなって言われちゃってるけど、言われちゃってるけど大丈夫だ。もう遊んで大丈夫。こんなにした。よし、これで体力は全開。さて、また3回練習も視野に入れつつやっていきますか。お一人、お二人だけど、まあ、打撃だな。こういう体力減るっけ。減ったな。体力を削られるのがちょっと厳しいんだよね。コーチか。7パーだしやるか。回復してくれ。特性じゃない。お、いいねいいね、ありがとう。君らのおかげで俺は頑張れるよ。メンタル挟もう。ほい、トシ君、練習帳尻合わせ。赤原、ちょっと待って、ここ見る。うん、赤原に行こう。こういう時に限って練習。で、ちょっと経験点がたまりつつある。ブレイクスルーはワンタック。ここもワンタックか。ちょっと余ってるから C まで上げちゃおう。で、少し揃えていきますか。じゃあ全部 C にできるかな、まあ、外野だからね、やっぱりまんべんなく上げていきたいよね。で、そうすると精神が今少なめか。ミートを上げようとするとどうしてもちょっときついよな。で、技術はまあ足りてそう。そんなわけで、そんなわけで、こっち走塁で、ここは上。やっぱりね、安定を取っていきましょう。安定を。
ワンタック、ちょっと3回を狙いつつ何にもならない。ダブルタックだけどどうなのこれ。いや、やっちゃおう。ぽい。もうちょっと重なってほしいよね。あれ、これ何、ちょっとこれイベント内容見よう、忘れちゃった。通常イベントだよね。上が選球眼か、じゃあ上にしよう。あれムードあれ、声を出してが下になってる。まあいいや、わかんねえ。でここ、ゲー、死んじゃうよ、死んでしまうよ、こんなのやったら。ここもダブルタック。てかホムラちゃんも肩か。じゃあもう終わらせちゃおう、これを。渡るくん、ここは上にして体力はマックス。さあそこからまた渡るくんがいるからダブルタックでそれなりに経験点もらえるか。よし、草野だけどね。で、やった、内野安打くれた。打撃はいいや、ちょっと3回狙うか。スカウトさん、俺の守備を見てくれだろう、期待できるでしょう。じゃあ肩上げて守備上げて、内野安打はもういいよね。内野安打がこれだから OK、 大丈夫。さてじゃあキューパーかやろう。これは打撃、よし。ミートが上がったけどさ、そんなに積極的に上げてなかったよね、ミート自体は。で7月の1週かネオで、そこから甲子園のブレイクスルーをちょっと考えていかなきゃいけないんで、こっからは練習だな、サクッとやって。かあげるか。いやーもったいねえな、でも精神が足りてないんだよな。あと金徳もね、ちょっとあんまり掴んでない感じがする。お待たせいたしました。歓声がすごい。いやマジすごくない、ね、このさ、地方大会第1回戦からそんなに完成するそんなにみんな応援してくれんの、どんだけ人気者なんだこいつ。まあでもこれだけ打てばね、人気者になるよね。あいつはマジすげえみたいな。今日何打点稼ぎ出してんだ。守備がザルで助かった。いや待って待って待って、なんでトシ君なの、俺の方が人気者だろ、人気者なったからさ。エプレミちゃん、コーチか、コーチか。最後に3回いけるかな。で7月の4週になるからドリンク飲んじゃうか。で野五郎くんはね、ほんとやだ、パワヒがないんだっけ、今パワヒがないんだよな。精神的支柱はちょっと試合で点を取ってもらうために掴んでおきますか。スイープも重いな、一層のこととか欲しかったな。渡るくん
ともに。2回の裏、街道攻撃に入ります。トップバッターは根岸。投げた、打ちました。どうだ、行ったか、ギリギリだな。4回の裏、街道攻撃に入ります。先頭バッターは根岸。OK、 行った。これはいい当たりだ。高額打法があって助かったな。6回の裏、街道攻撃に入ります。スタミナ余りまくってんだもん、ね、今日2打点を上げています。初球を打った。タイミングが本当に掴めない。あとどれだけさ上のマスに、いやー負けてるな、負けてる、負けてるって。その何バッティングがね、じゃあ最後にドリンク飲んじゃいますか。ドリンク飲んで、まあ、それなりに回復するね。からのこっち、ちなみに何くれる？登場か。まあでもこっちだね。練習。さてそこからちょっと一回メンタルを回復できる。もう一回必要かな。あ、もう一回必要だね。ブレイクスルーは。でどうしよっかな。もう上げちゃう。いや厳しい、マジで厳しいわ。いやーちょ、もう一回だけ置いとく。次でちょっとコツが来なかったら上げちゃいますか。お待たせいたしました。ツーアウトランナー一塁という場面で根岸。投げた、4回の裏、街道攻撃に入ります。先頭バッターは根岸。来た、行った、いいね。甲子園で大活躍。街道リードで迎える6回です。前村か。今日2打席連続でホームランを放っている根岸。第2球投げた、しかし打った、これは強烈、行った。チームメイトの失点は俺の一振りで取り戻す。街道リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で根岸。ジャストミート、ライナー、やった、クリーン。東条って足速いんだっけ、なんかわかんないけど。キャッチャーとしくっていうのもいいよね。でここはじゃあ赤原頼む、くれ、コツをくれない。で最後ブレイクスルー打って練習すれば OK だね。で外また金徳用の技術精神あたりが、あそうか、これ100にしといて、100にしといてさ、なんていうの、あれでもよかったかもね。草野のやつ1上げてくれるからミート。まあ、そうすると結構早めに上げとかなきゃいけないからなかなか難しいね。バッターは根岸。第9球、外角へ。今の入るのかよ。まずは見送りました。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました。これ5番バッターだ。やっぱり東条の方が、東条の方が強いわ。リードを迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で根岸。あれ投手君何番、そうすると3番とかかな。ストライク、打線もめちゃくちゃ強いな。第3球を投げました、打ちました、痛烈、いった、入った。ああトシ君3番だね。街道リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている根岸。投球これから2球目。これは確かに組人数だったらもう余裕で甲子園優勝狙えるでしょう。攻撃に入ります。この回のトップバッターは根岸。たぶえパピオン、今日4打点前が出てきています。第2球、威圧感などもろともしない。出てきたばっかりだから威圧感発動してないよね。いいね、経験点もうまい。でブレイクスルー打つでしょ。でそこから一応候補は打撃、
打撃だね。伝説のサヨナラで。で、抑えられる金徳はちょっと抑えたいけど、パワー上げとこう。筋力すげえな。自家取りするか。パワーヒッター。自家取りしようもん。やっぱパワーヒャー欲しい。で、満塁男をサヨナラが取れね。投球取るでしょ。あとなんかある？スイープは何が足りない？技術か。なんだかんだでちょっと技術が不足してるな。やっぱミートをね102まで上げようとすると相当使うからね。これでさ守備も102まで上げると技術推進が半端ないことになるからね。トップバッターは根岸。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。きた、いった。もうちょっとねこうブレイクスルーとかがはまってくれればもうちょい点数はいくと思うんだけど。第2球投げた。オッケー。取りました。ギャネンドラ、お前いたのか。アンヌに勝ってるし早いな。ワンアウトランナーなしという場面で根岸。もうただアンヌもあんまり好きじゃないんだよね。第2球こいつって変化球中心持ってる。見送ってストライク。そんな気がするんだけど。あんのなんかそうそう使わないからね。アルビよく変えてくるな。今日はソロホームラン2本を打っています。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。アルビもあんまりミラージなくても投げてこないよね。よしよしよし、この経験点ほんといいよ。OK1 位。そこから今回ホムラちゃんもいるからね。もらってもらって、代打の神様。まあまあまあちょっとねあんまりハマりが良くなかったかなっていう印象はあったから。スイープ取るでしょ。でよちょっとね102にはしておきたい。チャンサーもせっかくつかんだから20までって、走塁もせっかくつかんだでしょ。代打安っでさよなら敏捷とあれが。でせっかくレーザービーム。技術をな使いたくないんだよな。本塁生還窮地打開は取ろう。冷静も意外に重いからな。まあせっかく内野安打王があるから A にはしておく。でちょっと呼吸を上げとくか。全部 B にはしておく。あとは3つつ罰逆転、まあ、窮地もらっとくか。じゃあでせっかくだからセブンももらっとく。いぶしはもう取れない。ハイボールヒッターがあるからこれはバント。筋力がちょっと余ってんだよね。怪我怪我もう消耗のために。ああ早急にしとくか。だともう取れるのはないかな。じゃあ上げられるものをちょいちょいちょいと上げていきますか。ほい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 と。で、名前も決めて、メーターがねピコ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 っていうとこまでいきましょう。で、こいつはミートの、102と。ただ独身術がないからねちょっと予備的な G にはなっちゃいますけど。あーでもあそっかそっかそっかあれか覚醒したんだ。いやもったいなかったな。
野良天才になったんだっけ。いやそれにしてはちょっともったいなかったね。もうちょっとハマってくれればな。まあよかったんだけど、まあこんなもんでしょうと。まあギリ S 級に届いたところか。というわけで、うん、まあ確かにね、みちるちゃんと比べるとやっぱりちょっと体力がね回復しない分、こうガン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 練習をずっと続けていけるかって言われるとそうではないんですけど、まあコツがハマればっていうところかな。だからコツ1っていうのがねちょっと微妙なんで、コツ2だったらね絶対強いと思うんですけど、まあ確かに渡るくんかみちるちゃんかって言われたらもう絶対みちるちゃんの方がいいですね。まあガチャは引いてないですけど俺は。というわけで、今回はね、野手で、渡るくんを使ってみましたというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。